ちょっとあまりにも全身筋肉痛すぎてマジでラジオ体操きつい。特に下半身なんだけど、とりあえずやろう。最近ね、毎日10キロ走ったり、いろいろ筋トレもしたりしてるから、本当に。じゃあ、いただきまーす。あほど体が痛い。いただきまーす。いただきまーす。朝ごはんは目玉焼きとお味噌汁と、真ん中のやつ何だったの？ごちそうさまでした。かまぼこかな？ごちそうさまでした。だいたいああいうのかまぼこに見えちゃうんだけど。あ、今日は朝のお話なしか。まあそしたら今日はちょっとやることいっぱいあるからね。まあとりあえずは予定してた通りの動きをするつもりなんだけど、ちょっとおじちゃんにタコの依頼だけは朝一で済ませておこうかな。昨日はね、帰ってきてからやるか、まあ間に合わなければ明日って思ってたけど、多分今日はね時間なくなるってことはないと思うんだよね。タコ揚げみたいなことをしてしまうと時間は結構過ぎちゃったりするけど、マップ移動だけであればまあなんとかなるんじゃないかなっていうとこなんで、まあとりあえずはいつも通りというか、まあおじちゃんのとこ行ってセミダコの依頼をしようかな。おばちゃんおはよう。お醤油、生姜、お砂糖。なんか煮つけでも作るのか。あとお魚は何にしようかな。ああなるほど。今晩のお話かな。今日もいい風が吹いてくるわ。結構いいヒントじゃない。なるほど、調べちゃんもいるな。まあせっかくだし調べちゃんにもお話聞こうかな。おはよう。給食のカズ何が好き？僕クジラのカスター揚げ。調べは春雨サラダとカレーシチュー。カレーシチュー、カレーじゃなくてカレーシチューって何？クジラって硬くてさ、お昼休みが終わってもまだ噛んでることがあるのよね。そんなに硬いか。確かに硬いけどさ、まあでも給食のおかずずっと口の中でくちゃ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 やってるやついたよな。なんか俺も筑前煮のこんにゃくずっと口の中に入れてるやつとかいたし、筑前煮のうずらの卵もずっと口の中でプロ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 舐めてるやついたわ。ドッジボールの時に友達当てたら口からピュッて出てきたもん。さすがにドン引きしたけど。おじいちゃん。え、なになに。そう、セミダコが欲しいのかい。セミダコ作ってください。よしよし、じゃあ2日ほど時間をください、ね、やっぱりまあ2日なんだね。タコはまだできてません。まあもうちょっとだけ待っててくださいね。あと2日だね。12日には完成するっていう感じかな。てか棚元通りになってるな。まあそしたらこの後は朝顔に水をあげて蜂の巣の方行って虫取り開始だな。取れるといいけどね。あれ、ちょ待って、朝顔咲いてない？気のせい。あ、咲いてるよ。咲いたよ、咲いたよ。おばちゃん。まあ、やったね、僕くん。ついに咲いた。なんて可愛い浅紫の花なんでしょう。僕くん、えらいえらい。じゃあ、後で写真を撮っておくからね。はい。嬉しい。俺こういうの昔咲かせたことあったかな。なんか基本的に水やり。サボっちゃってたような気もするんだけど、なんかねプチトマトとか育てるのとかもあったけど、俺トマト嫌いだったから育てる気起きなかったし、あと秋とかね、あの芋掘りとかの体験もあったけど、俺も芋も嫌いだったから全然掘り起こす気にならなかったけど。お前好き嫌い多すぎだろっていう話は置いといて、まあ今日はこのまま蜂の巣の方行ってみようか。基本的にたこ揚げとかそういう行動をしちゃうと時間がね多く過ぎちゃったりっていうところはあるんだけど、今日はそういう時間がいっぱい過ぎるイベントはない気がするからなんとかなるんじゃないかな。小吉か。まあ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 、果たしてどんな虫が出るか楽しみだな。でこの奥って確か2本ぐらいクヌギの木があった気がするんだけど、まずこっちだよね。これ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 、このひび割れガタポンな木がクヌギかな。でしょ。ちょっと虫取りしてみようぜ、早速。なんか乳マークいた。なんか、犬かな。しまった。最初は？何もいないんかい。ちょ、木蹴っ飛ばせ。え、でも、
さっき虫いたんだけど。なんかいるかな。ニューマークがいなくなっちゃってる。何もいないや。何にもいないんですけど。ちょっと待て、出るまでやれ。こいつだったでしょ、ニューマーク。あれ違う、あ違うっぽい。え、全然ニューマークいない。蝶々多すぎだろ。なんか出てきたかな。なんもいない。おいちょっと、ボックン出るまで蹴っ飛ばせ。ボックンも筋肉痛になるまで頑張って。はぁ、ノコギリでしょ。でかい、ビッグだ。69ミリ。ちょっと待て、相当でけえぞ69ミリ。いや、まあ70超えたら相当なサイズなんですけども、現実ではなんかいるかな。なるほど、69のノコギリいきなりゲットしちゃったよ。ちょっとボックンもう一回蹴っ飛ばそう。もっと一回蹴っ飛ばして、え、出てこないのかな。ビギナーズラックっていうやつか。全然出てこねえ。いや、出てこなくなっちゃったわ。まあ、じゃあ砂糖水だけ塗っといて、もう一本のクヌギの木の方に行ってみようかな。ニューマーク、ちょいっと、セミがいたな、これ多分。何ゼミ？油ゼミ49ミリ。もうこんなん死ぬほど捕まえたわ、昔。で、もう一本のひび割れガタポンは、どこだったっけ？この奥、U ターンした先だった気がするんだよな。この奥は、確か、あれだよ。池の方につな、池というか、まあ、滝の方につながってるから、これ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 。ひび割れガタポンな木が、クヌギかな？ちょっとちょっとちょっと。こっちでは3匹4匹ぐらいいるかな。出てくれるかな。何もいないや。初回サービスはないですか。ちょっと待って、でもいきなりにビッグノコギリはでかいぞ。なんか出る。お、赤足じゃない。来た赤足。やばい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 、フィーバー来た。おーい、え、てかでかくない。64か。なるほど、ちょっと待って、めちゃくちゃいっぱい集まってるぞ。せっかくならメスも欲しいけど、なんかいいの出るかな。あーでもダメだ、もうさすがに出てこないか。出てこねえわ。じゃあまあ砂糖水だけ塗ったくっとくか。あーなるほど、でもビッグノコギリはマジででかくない。こんなの初めてゲットしちゃったらもう僕くんの無双物語始まるでしょう。いやめちゃくちゃ楽しみだわ。虫相撲早く行くぞ。ただここで焦らないことだな。虫相撲って結構時間を使っちゃう遊びだと思うから、まず先に斧を使いに行ってから戻ってくる途中で虫相撲をしよう。でまだお昼だから、ここのお兄ちゃんにも話聞けるわ。最近全然いないけど、今日はいたりする？いてくれると嬉しいんだけど、いないわ。まあ仕方ない。なーとか言ってたら夕方になっちゃった。まずいか？いや、家に戻る時間はちょっとないかもしれないな。いやでも、まだ夕方になったばっかりだから多分4時とかだと思うんでね。であれば、斧使って戻ってくる時間はあると思う。いやでも結構しんどいか。5個ぐらいマップの移動はしなければならないが、おじちゃんが来ると怖い。あれ？なんだろう？え？なに？なに？お？え？うわ、なんだこりゃ。あのシルエットのやつがもしかして、ま、なんかめちゃくちゃでかいみたいな話。いやでも釣りしたいけど、釣りしてる時間はマジでないんだよ。多分釣りとかも結構時間を使っちゃう遊びだと思うし、今日虫相撲をするんであれば釣りのことを書くよりも虫相撲のことを一旦日記に書いてほしいから、まず一旦ここに来てこの木をぶった切るぞ。そっち向きか？あ、でもそっち向きか。おい。よいしょ。おい。え？うわ。何？危ない危ない危ない。また明日だな。明日かい。もう僕くんも筋トレするか？なあ、蹴っ飛ばす足も強くしなきゃいけないし、腕も強くしなきゃいけないでしょ、絶対に。まあそんなことは一旦さておき。あの木はね、何日かかけて切り倒さなければならないわけですよ。なので、このまま戻って虫相撲をする。
ここでおじちゃんが出てこなければとりあえず。オーケー、行けるんじゃない？この奥は？来る？来ない。頼む。オーケー。この桟橋？高速道路の下におじちゃんが来るのは見たことがない。オッケー、これはさすがに間に合ったでしょ。おじちゃん秘密基地にまで迎えには来ないはず。来い。お？とにかくお化けみたいにバカでかいヤマメなんだ。あ、さっきのやつの話か。そんなの嘘に決まってら。夢を見たんだよ。きっとそうだ。なるほど。びっくりした。読み込み長いから、おじちゃんここに迎えに来たんかと思ったじゃん。やめてくれ、そういうの。いやでもなんとか間に合ったぞ。お、虫相撲のいいかも。来たよ。言ってろよ。とにかくそこのテーブルについてみな。ルールは、やれば自然にわかるって。お前、期待の新人、ダークホースがやってきたことを知らねえな。まず、土俵から落ちたり、スタミナがなくなってひっくり返ったら負けなんだ。うん。で、負けたやつは今日一日だけ使うの禁止ってわけ。わかった？俺。まあでも、負けた虫なんて、みんなすぐ虫交換に出しちゃうんだけどね。なるほどね。だから、欲しい虫が出てきたら、とにかく勝って虫交換に出させることだね。オッケー、理解。土俵の横にチョークが置いてあるだろ。うん。あれを使ってどんな強さの虫を出してほしいのか書いておきな。昨日いじったやつだね。僕ちゃんはまだまだ初心者だから、そっちの望み通りの虫を出してやるぜ。おお、言ってろよ。ちなみに俺たちは虫の種類ごとに一番でかくて強いやつをキングって呼んでるんだ。王冠ついてるやつのことかな。じゃあうちのノコギリ69ミリ以外のやつらをケチョンケチョンにしていけば69ミリがキングになるってこともないか。虫ってすごいんだぜ。試合が終わったらもうすぐにスタミナ満タンって感じ。なるほどね。俺様を見ればわかるけど、虫だって当然でかいやつの方が強い。お前そんな強くねえだろ絶対。いやでもでかい方が強いってことであれば、種類ごとに頑丈でスタミナが減りにくいのとか、うん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 、いろんな特徴があるんだ。なるほど。人間で言うと僕とファットの違いみたいなもんだね。だいぶ違うもんね。両極端な二人な感じするもん。よし、そしたら待て、いろんな相手と相撲をさせてみると虫の持ってる技みたいなものの相性が分かってきて面白いよ。虫同士の相性も一応あるのかな。まあでもうちのビッグノコギリにはかなわないでしょう。どうする？最初は、まあ、弱いからやっていくことになるけど、どうしようかな。これって確かランクごとに相手が出してくれる虫の数みたいなのも決まってたような気もするんだけど、まあさすがにそれ上回ることはないか。まあ、ビッグノコギリ行きたいところだけど、どうしようかな。まあ、悩みどころだな。まず一回赤足から様子見てみるか。負けたら終わりだもんね。虫叩く、懐かしいね。まあ、まず最初は叩かなくていいんじゃないかな。背中を叩くとね、とりあえず技がめちゃくちゃ出やすくなるんだけど、最初の頃は技あんまり覚えてないんだよね。ただ赤足は結構技を使って戦ったりする虫ではあった気がするんで、一回だけ叩いておこうかな。よし、これでいけ赤足。俺の初陣を白星で飾ってくれ。押しはさすがに負ける。スタミナの減りは終わった。技いきなりかまされたが、これやばいか。押し出しでは勝てない。バカバカバカ。押し出しでは勝てないから押さなくていいぞ。待て、技を出してくれ。頼む。よし、行け。白星で飾ってくれ。いや、動かない方がいいぞ。もうよし、頼む。止まって止まって、ダメだ。そんなもんだ。ぶちかましされたのだるすぎる。あれめっちゃ強いんだよな、あの頭突きドン。ちょっと待て、赤足もういっぱいしたから出せないのか。どうする？そしたらノコ64の方行く。いやもうこうなったら69のビッグノコギリ行くだろう。お前うちのビッグノコに勝てると思ってんのか。55と69、1センチ以上差あるよ。早速押してるが、スタミナ、いやーちょっと背中叩かない方がいいかな。これやばい、結構ギリ。頼む、何もするな。オッケー、ナイス、スタミナ勝ち。危ない。ちょっとあれだな、背中叩かない方がいいかもしれない。次俺様メス、さすがに勝てるだろう。どんと行
背中叩かずにこうちょっと一旦押しは相当こっちが上、さすがにオッケー、いいぞノコギリ、いけるいけるいける、次僕の番、おい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 、43ミリのノコギリなんか、もうお話にならないね、蹴散らせ、いけマジで、押し出せ、なんか技使ってもいいぞ、技使ってもいいけど、技はまだ何も覚えてないのかな、お、なんかしてる、なんかしてる、すくい投げおい、じゃあ次は俺の番ね、僕んとビッグノコギリの無双物語が始まった、いけ蹴散らせ、強すぎるあー悔しい、おい、もう悔しさもねえだろこんな負け方、気持ちいいほどの負けだろ、次俺様ね、あ、そうだ、なんか結構思いっきり背中を叩きまくるとピンクになるんだ、なるほど、ただ今は背中叩かない方がいいんじゃないかな、どうだろう、叩くか、いや、ちょっと待ってよ、上手投げは覚えてることはとりあえず判明したんで、どうするか、いやでも押しは勝ってるからスタミナ勝負になればっていう話なんだよね、あ、校長、校長、そうだよ、こういうピンクゲージになるとすぐねこうやって技使ってくるの、ただやばい、相手がスタミナ温存してやがる、ナイス、上手投げ強すぎる、あれなんてことおい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 、次僕の番か、いやメス相手は背中押さない方がいいよ絶対に、普通に押し勝てるからいい、ただ押す相手になった時はちょっと背中押してみよう、今度はピンクゲージが出るようにやってみる、じゃあ次は俺の番ね、ちょっと強そうな張りのあるやつ来たんじゃない、一回ピンクゲージが出るまで叩いてどうする、でもピンクゲージがある時だけ技が出やすいみたいな感じだったような気もするんだけど、ピンクゲージもね確か減ってくんだよ、いや一回ピンクゲージ出してやってみる、上手投げをやりまくれ、上手投げ上手投げ、あ、ピンクゲージ減らないわ、いける、うわ、ね、全然やんない、待って上手投げ、はよしよしよし、くっそすくい投げやられた、マジか、無敗物語ここに終了、嘘だろ、お前はまだまだできる、明日以降頑張ってくれ、そしたら仇は64の子で取るか、どうするこれ、いや、すくい投げがあまりにも強いからピンクゲージは出そう、それを出してくれるかどうか、多分最初の状態ですくい投げは覚えているはず、どっちが先に出すか、その戦い、頑張れ、びっくりした、やられたかと思った、頑張れ、ナイス、ぶちかましい、いいぞビッグじゃなくてもやれるってところを見せてやれ、おい、メスには負けない、絶対に推しは勝ってるんで、メスがでもなんか変な技使ってきたらちょっとわかんないけど、なんですかそれ、これあったな、校長校長、マジで懐かしい、いろいろ懐かしいけども押し出していく、オッケーオッケーオッケー、いいぞ、普通に押し勝ってそうなやつは背中押さずに行って、押し勝ってなさそうなやつは、おっとこっちも使っている、あれはね、まあガブリ寄りでございますね、押し負けてるやつでもガブリ寄りしてる最中は関係なく押せるんだよ、ただこれどうする、ピンクゲージ出さずに叩いとくっていうのはありなのかな、3回いたときはとりあえずマストかもしれない、スタミナの減り方って多分変わんないよね、うん、一緒一緒だよねこれ、うん、だから3回は叩いといた方がいいかもね、でも忘れないか、まあ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 、シンプルにスタミナ勝ち悪くない、とにかくじゃあ次俺様ね、3回は叩いておいた方がいいかも、スタミナ減らないし技が出やすくなってるのか分かんないけど、やっとくことに越したことはないでしょ、オッケーオッケーオッケー、しっかり押してるよ、ナイス、なんてことメスとは危なげなく勝っていけるね、オッケーオッケー、次このまま弱の虫たちをケチョンケチョンになぎ倒していこうぜ、
この飼ってくやつらはどん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 虫効果にも出てるわけだもんね。まあめっちゃ特別欲しいってやつも今のところ出てないけど、持ってない虫とかいたらね、じゃあ次はゲットしていきたいところではある。てか今日の方やってみてもいいかな。強い、さすがにまだか。よし、とりあえずこれで挑んでいこう。うわでもビッグノコちょっと負けちゃったか。おーい、ガブリよりやってきてるが問題ないね。まだスタミナは余裕あるし、スタミナ減らす技はノコメスは今のところやってきてない。あ、なに、なに、危ない、はい、こちら。あっ、ね、なんだ今の技、知らねえ技が来た。のしかかりか。じゃ次俺様ね。なんか生きり立ってる。これピンクゲージ出した方がいいか。やっておこう。おい、ビッグノコより勝ってんじゃん、64ミリ。ピンクゲージ同士の戦い、どうなる？ナイス！いきなりぶちかましていく。オッケー。タンバリパンってなったね。土俵がタンバリンだからな。待て待て待て。おつけ。あんまり、相手も動いてない状態で、こっちが動く意味はないぞ。おつけ。ストップ。いやー、まずいか、これ。ナイス！おい、待て！ビッグより強いじゃん。このまま弱の虫を蹂躙していけ。背中叩き忘れた。これって確かさ、あ、戦いの途中で背中を押せないか。いやでもしっかりと勝っていく。オッケーオッケーオッケー、ナイスナイスナイス。おい待て、二桁勝利いけるぞ。じゃあ次は俺の番ね。あ、俺持ってない。あ、誰かチェンジして。ガッツがいなくなった。持ってねえよ。お、交代。ごめん持ってないよ。何、誰も持ってないみたいだな。弱の虫蹂躙完了。強いか。じゃあこいつでどう。おー、ノコメスビッグ。はい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 、なるほどね。3回とりあえず叩き、いやいけるかな。でも5勝4敗だろ、強くねえぞ。 いくらビッグといえど、よし行け。ガブリよりいきなり来た。まずい、よし、まずいぞ、まずいぞ。オッケー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 、よしよしよし、いいぞ。押しけ押しけ押しけ、ナイス、来たぜ10勝。じゃ次俺様ね。70ミリだ。ちょっと待って、一回さ、キング見ていい？しょうがねえな。お？じゃあ、お肉は26勝0敗？なんだこいつは。バケモンだ。今はまだ戦うべき相手ではない。しょうがねえな。じゃあ、これでどうだ？しかし立ちはだかるのはファットド。ただこいつにはちょっと押し負けてるから、ピンクゲージは絶対に出さないとダメだ。技勝ちしかないから、結構ギリギリまで。もう一回叩いてもいいか。4、5。あーなるほどね、ピンクゲージが出てから5回目でまたさらにピンクゲージが増えるんだ。その次は何回で増えるんだろう。3、4、5、6、6回目で増えるのね。なるほど。そしたらこの後、1、2、3、4、5回叩いた状態で、行ってみよう。ほんといけ。頼むぞ、技出しまくれ。技勝ちするしかないぞ。スタミナではもうすでに不利だ。バカ野郎。でもぶちかましならまだ安い。あ、びっくりした。技かと思った。いいぞ、頼む。技やれ。ガブリ寄りじゃない、やるべきは。いや、でも、この後、もう一回ガブリ寄り。だって、待て、頼む、マジで技出せ。なあ、ダメか。つえ、負けちまった。いやでも初日虫2匹で弱を蹂躙したぞ。明石ちゃんがちょっともったいなかったけど、あれは俺もちょっと申し訳ないことしたな。もうちょっと背中叩いてあげれば多分やれたんだと思う。ノコギリクワガタ64ミリが10勝を上げたぞ。おいビッグ、負けてんじゃねえぞ。いやー、なるほどね。はい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 。面白いじゃん。いいね。でさ、これって確か、例えばこの腰アキトンボとかを交換ノートに、あ、そうなんだよね。出せるよね。クワガタ、ノコギリクワガタ換算で1匹の勝ち。あー、じゃあ、トンボと交換もできたりするんだ。まあ、このトンボはまだ、標本にしてないから、交換はしないけど、すでに捕まえたことのある虫もバンバン捕まえた方がいいっていうことだよね。
こうなってくるってことは。はい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 、なるほど。面白くなってきたじゃん。始まったぞ夏休み。おい、どうだ期待のダークホースの実力は。でもキングをリクエストできるのは1日1試合だけね。そうなの。だってどんなに大きな強い虫でも数打ちゃ当たるで勝負されたらいつかは絶対負けるだろ。なるほどね。まあキングはしばらくは戦わない方がいいかな。おそらく弱い虫強い虫と戦って経験を貯めた方がいいと思うんだよ。で、経験を貯めてからキングと挑むべきだとは思うから、まあまずは弱い強いと戦っていくことになるかな。面白い、最高だ。これが今日から毎日できんのか。幸せだな。で、おじちゃん来ちゃうか。はい、今日の遊び時間は終了。もう晩御飯ができています。まあ仕方ない、これ甘んじて受け入れよう。お、じゃあ今日これ何？いただきます。魚の煮付け作ろうとしてたような気がするけど、何だったんだろう今の。また中華っぽく見えたけど、昨日も中華で今日も中華ってないような気はするけどね。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。そういえばとってもとってもとっても大きな魚が池でザブンと跳ねてたよ。うん、それはきっとあの池の主が僕くんに挨拶しに来たんじゃないかな。怖い目した。あんな大きな魚でも僕が釣ることできるかな。とっても大きな天からけばりを作らなきゃダメだろうね。なるほど。どうすればいいの？じゃあ山の中から何かけばりの材料になるようなものを見つけておいで。けばりの材料になる。そしたらおじさんが手製の特大けばりを作ってあげるよ。材料ってどんなものがいいの？例えばうちのワンちゃん、剣棒の毛みたいなちょっと固めの鳥の羽とか。なんだそれなら簡単だよ。そう？じゃあ頑張って。お前何考えた僕それなら簡単だよってこいつサイコパスか。ちょっとこいつがとんでもない企みをしたような気がするが、一旦お風呂に入ろうか。いやー面白いね虫相撲。本当に楽しい楽しい虫相撲が始まったよ。いやでも虫相撲というか虫取りが始まったんであれば、あのお地蔵さんも大吉を出してから左の蜂のスルートに行った方がいいような気もするよね。だから今日から木切り倒せるようになるまでは同じルートをたどるべきなんじゃないかな。どうだろう。まあ夕方戻ってこれないのがちょっとネックではあるんだけどね。マジで時間が足りなさすぎる。晩ご飯クイズまでやれなくない？普通に。今日の晩ご飯はスパゲティと冷製ナス、油揚げ焼きにスープとサラダで強引にイタリア風でした。強引にイタリア風なるほどね。今日の晩ご飯はスパゲティだったんだ。冷製ナス、油揚げ焼きにスープとサラダで。朝言ってたのは何だったの？イタリア風でした。魚は何にしようかなとか言ってたのに気分一気に変わったんだろうな。やっぱイタリアにしようってすごいなおばちゃん。カオル、ビール取って。あ、カオルってば。取ってあげたらいくらくれる？もう意地でも自分では取りに行かないぞ。誰も困りません。なんだこの夫婦喧嘩は。可愛らしい。誰も困りませんって僕が困ってるんじゃないかな確かにおじちゃんだけは困ってるな。おじちゃん以外は誰も困んないけどね。さあ調べちゃん、昼食のパンの種類って何がある？コッペパン、あげパン、コッペちゃんでしょ、食たまに食パンでしょ。食パンの時だけマーガリンか。そうだね、出るね。そうそう、あと時々月に 1、2回揚げパンが出るの。いやでも揚げパンって給食で出てたみたいな話聞くけど、俺給食で食ったことねえな。揚げパン出るとすっごい嬉しいんだ。みんなすごい好きだったみたいだよね。あれってきな粉かかってるんだったっけ確か。まあ俺きな粉好きじゃないんだけどお前今日
嫌いなものの話しかしてねえじゃん。お前好きなもんなんなんだよって言いたくなるけど、あでもナスとか好きだよ。焼きナスとか好き。あでもナス単体で食うのは別にあれか。でも焼きナスは単体だもんな。焼きナス割と好きです。ただ給食のメニューで好きなのってなんだろう。俺給食基本的に嫌いだったんだよななんちゅう失礼なガキだって話だけど、あんまり好きじゃなかったな。何が出たら嬉しかったかな。給食完食したことなかったもんな、ほとんどそんな素行の悪いガキでしたが、やお姉ちゃん今お姉ちゃんね、うん、大事な大事なものを熱烈執筆中なんだ、うん、絶対ラブレターでしょ。ここのゴミ箱に入ってる何枚書いてんのってぐらい山ほど入ってるもんね。明日お天気晴れるかな。あ明日なんかあんのか。お姉ちゃんさ話すときにつっていうの何。明日お天気晴れるかな。これあ椅子の音か。明日お天気晴れるかな。俺なんか収録ミスってるのかなと思ってたけど、椅子が回るときにキュッて音が鳴ってるんだ。きっと細か。明日ほらお天気晴れるかな。なるほどね。あー細かかったわ表現が。いやそしたらどうしよう、夜は一気にやることがなくなるな逆に。あでもそうか、あれだな、虫交換ノートが使えるようになったから取れるだけ虫取ろう。ノコギリクワガタ一匹換算のやつでもいいんで、いっぱい集めれば、まあ、交換し全然いらない虫かもしれないけど、ノコギリクワガタとかね、あんまり図鑑に登録したくないから、今俺が捕まえたやつらは、そいつら交換したやつらを登録していくっていうのはありなんじゃない。だからちょっといろいろ捕まえに外へ出よう。あとモーモーに話聞こう。うわーホタルとか何匹換算だったのかすげえ気になるな。ホタルがめちゃめちゃ高かったらね。乱獲しとけばよかったなーっていう話だったけど、え、でも夜って全然虫取れない。いる、なんかいる。なんだろうこれ。何バッタか。草切り。こいつでも一匹分の価値もないよな多分いやまあでもなるべくいっぱい集めておけば何かに使えるかもしれないからな。ここなんか動いたでしょ今。なんか動いたって絶対に。絶対なんかいるって。ほら見えてんだからちゃんと。草切りかい。この奥は。てかおじちゃんそろそろやらないのかな。いやでもまだ8月10日か。全然先だわ。8月というか夏の終わりにって言ってたからまだ火は入れないね。え、でもこの辺、この奥は多分もう行けないから、まあ、試しに行っとく一応。あ、まあ無理だよね。これどっちかって言ったら家の周りの方が虫いたりするかな。明かりに集まってきたりするもんね。この辺の蝶々は。どこにいる？手前だな。こっちだ。縦振り。ちょっと待って。どこにいんの？こっち？あ、もっとこっちだ。難しくない？君たち。ああ、最低だ。ありえない。ちょっと待って、どこまで行ける？これ。いや、この辺がもうギリ。眠くなっちゃった。この蝶々トラップだろ。絵日記書いて、おやすみなさいしましょう。あんなギリギリにいたら無理だって。おやすみなさい。くっそ。しょうがねえな。まあ夜だっただけいいや。昼間にあんなことしたら最悪だけど、夜は割とねやることあんまりないから、まあまあまあ仕方ないでしょう。今日は絵日記ヤマメか虫相撲かだけど、まあ多分虫相撲じゃない。おおいいね。ついにクワガタ捕まえた。黒くてなかなかかっこいい僕のムシムシ1号だ。1号とは最後まで共に行きたいところだね。ノコギリのビッグだからね、なんて言ったって。まあ、今日は6勝しかできなかったけど、明日は、まあ、弱でちょっと経験を積ませて、そっから、強いの方に挑みに行こうか。
いやまあでも明日虫取りもまたしたいから、新しい虫をゲットしたらそいつらも、そいつらをジャックで育てて、ビッグはもう強いの方行っちゃってもいいのかもしれない。やばい、もう楽しみすぎる虫相撲、おいワクワク止まんねえよあ、しかも今日は砂糖水も塗ったからな。明日の木楽しみすぎる。